はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの独協大学の問題を扱います。概要欄に問題と回答の PDF 貼り付けておきますので、がっつり勉強したい人は問題を解いてから解説を聞くようにしてください。はい、今回はこのような数列を考えていくんですけれども、このように塊ごと規則があるような数列に関して言うと、区切って考える、いわゆる群数列で考えていくのが基本になります。はい、ということで今回与えられた数列を AN として、はい、指定数 N を N 群含むように群で分けていって、1群、2群、3群、4群と分けていきましょう。はい、それでは群数列どのように考えていくかというと、適当に考えていくとしんどい問題は多いんですけれども、全てにおいて通じる方針みたいなものがありますので、まずそれを確認してしまおうと思います。はい、群数列の基本的な方針としては、全体の項数から考える。はい、数列考えるときに、はい、出てきている項、はい、ここで言うと1,2,2,3,3,3 というような出てきている項の数字、こちらに注目してしまうことが多いんですけれども、群数列に限って言うと、はい、添え字、何項目か、第1項、第2項、第3項、第4項、全体の項数から考えるっていうのが基本となってきますので、まずこれは何も言われなくても、パッと自分で思いつくようになりましょう。はい、で項数から考えていくんですけれども、はい、それをする準備として、N 群の最後は全体の何項目か、これを求めておくと楽だったりするので、はい、こちらに関しても何も言われなくても自分で準備していく癖をつけておいた方がいいかなと思います。はい、ということで今回とりあえず N 群の最後は全体の何項目か、まずこれを求めてしまおうと思うんですが、はい、これに対してはそんなに難しい問題ではなく、はい、各群の項数足していくと N 群の最後の項数見えてきます。はい、項数というのは今までに何個項が出てきたかということなので、項をすべて足していくと項数が出てくるよと。はい、今回でいうと1群に1個、2群に2個、3群に3個、 N 群に N 個数が入ってますので、これの総和、はい、これは有名なシグマ系で計算してあげると1/2NN+1、はい、つまり第 N 群の最後は全体として1/2NN+1項目、添え字の部分が1/2NN+1という形となってきます。それではこれをもとに問題考えていくと、10が最初に現れるのは第何項目である、はい、今回の数字の並びを考えると、10が最初に現れるのがいわゆる10群の最初という形となってきます。はい、10が最初に現れるのは10群の最初であり、じゃあ10群の最初を考えるときに項数考えていきましょう。はい、今 N 群の最後分かってますので、はい、最初を考えるとき最後を基準にして考えれば、10群の最初は9群の最後足す1項目、9群の最後の次だよというふうに考えることができるので、はい、9群の最後は先ほど出した N 群の最後の N のところに9を代入して計算すると45、その次だよということで足す1をしてあげると全体の46項目という形となります。はい、つまり10が最初に現れるのは第46項である。はい、それでは続きまして、またこの数列の第80項は何とかである。はい、ということで第80項を知りたいんですけれども、はい、今回の群数列、非常にシンプルな分け方で、1群に1、2群に2、3群に3、4群に4入っている形なので、はい、群と項、これが一致している形です。つまり第80項が何群に入っているかさえ分かれば、はい、その群がそのまま項、第50群に入っていると分かれば50というのが答えとなってきます。はい、ということで何群に入っているか、それが問題となるんですけれども、群数列でそのようなこともよくあるので、ぜひアプローチ方法を知っておきましょう。はい、何群に入っているか知りたければ、はい、先ほど出した N 群の最後で今考えたい80イコールで結んで、はい、この N 解いてあげると見えてきます。はい、2で払うとこの形、左辺 N×N+1 なんですけれども、はい、大体を知れればいいので、この足す1、まあ、数字は1足されていますけれども、あってないようなものなので、左辺大体 N2 乗というふうに考えてもらって、はい、2乗が160になるくらいの自然数考えてもらえると、13の2乗が169ですので、大体 N が13くらいで成り立つかなというのがイメージつきます。はい、ということで今考えたい80項目は13群の最後に近いところにあるかなというのが目星がつくので、はい、あとはこれを用いてしっかり計算していくと答えが見えてきます。はい、ということで13群の最後に近いなと分かったので、13群の最後何項目か確認してあげると、はい、先ほどの N のところ13代入して計算すると91項目。はい、ということで第80項を知りたいんですけれども、91項目ということで通り過ぎてしまっているので1個戻ってあげて、12群の最後12代入して計算してあげると78項目という形です。はい、ということで今考えたいのは80項、78と91の間にありますので、はい、12群の最後と13群の最後の間にあるよと、はい、このようなイメージですね。
はい、つまり第80項は13軍にあるという形となってきます。はい、13軍にあるので第80項は13、こちらが答え。はい、ということで群数列の基本的な問題でした。はい、まず全体の項数から考える。そのために N 群の最後を出しておくと後々計算が楽ですよと。はい、で何群にあるか、そして何番目にあるかというような問題は、はい、大体 N 目星つけてから具体的に計算して間に入っていることを確認してあげると分かりやすかったりするので、怪しい方はぜひ押さえておいてください。はい、それでは本日以上です。次回ですけれども、こちら南山大学の問題を使います。概要欄に問題の PDF 貼り付けておきますので、もしよかったら問題を解いて次の動画待つようにしてください。それでは本日以上です。ありがとうございます。